このスマ。長寿にも効果があると言われてるアクシズ教の聖水はいかが？これを飲んでから長年悩んでいた肌荒れが治りました。お通じも改善されて嬉しい悲鳴です。聖水を飲んだおかげで減量に成功。背もぐんぐん伸びて成長期にはぴったりの飲み物です。こんな声が届いてますよ。お買い求めは近くのアクシズ教の教会へ。早い者勝ちですよ。はぁ、セシリーは今日もアクシズ教の勧誘か。アクアも一緒になってご苦労なこったな。何もこんな日にまで。確か今日はセシリーの誕生日だろ。きっと勧誘活動に気を取られて忘れているのでしょう。仕方ありませんね。お姉さん。はいはい、お買い上げ。あら、メグミンさん、もしかしてお買い上げですか？この聖水を買うには入信していただく必要があるのですが、メグミンさんもついに決意を。いえ、決意なんかしてませんし、お買い上げでもありません。今日の夜は何をしていますか？今日の夜？特に予定はないですけど。でしたらうちに来てください。ささやかですが誕生日パーティーでもしましょう。誕生日パーティー、どなたの？お姉さんのですよ。やはり忘れていたようですね。まあまあまあ、ということは美少女の家で私のための誕生日パーティーよ。いいんですか？本当にいいですか？ああ、ケーキでも用意しといてやるよ。他にも食べたいものがあれば遠慮なく言ってくれ。シュワシュワももちろん用意するわよ。めぐみんさんと過ごす誕生日パーティー、今から夜が待ちきれません。私とではなく、みんなで過ごすのですよ。ええ、聖水で体を清めてから伺いますね。本当に何を想像しているのやら。ですが、楽しみにしてもらえるのなら何よりです。こなすば。どこかに可愛いロリックは落ちてないかしら。何も聞かず、この入信書に名前を書いてちょうだい。世界には2種類の人間しかいないわ。アクシズ教徒か、アクシズ教徒になりたい人か。エリス教の邪教徒たちにはちょっとしたお仕置きが必要よね。